はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はですね、64型エブリィのですね、オイル、エンジンオイルとですね、オイルフィルターの交換を、チャレンジしてみたいと思います。それではですね、もう早速なんですけれども、作業の方に取り掛かっていきたいと思います。使う工具の方はですね、また作業中に今回は ご説明ですね、していきたいと思います。はい、ドレーンボルトの方はですね、17ミリですね。今回ちょっとラチェットでいきます。まあメガネとかでもね、十分いいんですけれどもね。はい、緩みましたね。もう緩んだらね、手で十分です。ちょっとね、またいつも OB しちゃうんでね、これちょっと上にあれしますけれども、はい、結構ね、スズキのね、ドレーンボルト長いんですよね。はい、そろそろ外れますよ。あれ、まだかな。長いですね、やっぱ。よいしょ、まだか。あ、まだですねもうそろそろ外れる。あ、外れそうですね。外れました。はい、はい、今日はなんとか OB せずにできましたね。はい、それでですね、フィルターの方がね、また向こうの逆の方についてるので、ちょっとある程度こちらをね、油切ってから進めたいと思います。はい、ドレンボルトこんなに長いんですよ。はい、結構もうあれですね、交換してなかったんで黒いですね。これから一応ね、5000キロに1回ずつ交換していきたいなと思います。まあ、今回ね、私初めてのこの車の初めてのオイル交換なんでね、ちょっとこれから大事に乗っていきたいなと思いますので、はい。大体ね、最近のね、車ってね、取扱説明書見るとね、1万キロにで交換とかって書いてありますけどね、1万キロ怖いですよね。やっぱりもう、自分もね、それなりに昔の人間なんでね、大体5000キロにね、1回はね、交換したいなと。もうターボ車なんかはもう3000キロに1回ですね。はい、ちょっとね、尺が長くなっちゃいますけどね、もう少しだけね、オイル垂らしたいと思います。あ、でもそのままエレメントもいけるかな。あ、いけそうですね。ちょっとね、じゃあこちらをね、垂らしながらエレメントの方も外したいと思いますんで、ちょっとね、アングルが変わりますので、ちょっとまた別角度から映しますね。はい、それではすいません、ちょっとカットでお願いします。はい、それではオイルフィルターの方をね、外していきたいと思います。これね、65ミリの直径のものですね。はい、でこれも左回しですね。緩くなったらね、もう手で回せばね、いいですね。あ、ここまで来ましたね。はい、結構こぼれてますね。今日ね、目いっぱいね、ジャッキアップしてるんでね、作業スペースがだいぶ取れておりますので、必ずね、皆さんもね、こういった作業というか、馬をね、忘れずに、釣れましたね。はい、やっぱ黒いのが出てきますね。もうちょっと交換できましたね。はい、それではですね、ちょっとね、パーツクリーナーでちょっと見たいんですけれども、ちょっとパーツクリーナーを取ってきますので、少しお待ちください。はい、じゃあね、パーツクリーナーをね、こちらの方をね、ちょっと、オイルフィルターのついてた周りをね、きれいにしていきたいと思います。あんまりね、つけすぎてもね、こちらね、またオイルが入るところなんでね、ちょっとこう、パーツクリーナーをかけたところをちょっと拭き上げてあげてね。はい、こんな感じですね。はい、そしたらですね、今からフィルターをつけていきたいと思います。はい、フィルターですね、こちらになりますね。はい、スズキのね、純正ではないんですけれども、ね、汎用品なんですけれども、いろいろこうトヨタとか日産とかマツダとかダイハツとか、いろんな車種に使えるようですね。はい、それではですね、ここのちょっとね、パッキンの部分にちょっとオイルを塗っていきたいと思います。こちらのドレーンのあったところから、オイルをもらって、はい、こちらですね、オイル、
本当はね、親友でね、やるのがいいとは思いますけども、私はいつも、こちらの古い、オイルのですね、つけて、こんな感じで、ちょっと浸してあげるような感じですね。で、手でですね、こちら、ネジのところをこう回していきます。もうね、軽く回すような感じでいいですね。で、ここのね、接地面までついたところで、こちらですね、ここついてから4分の3回転ですね。ここはですね、ラチェットで、4分の3回転締めていきたいと思います。はい、先ほどのね、65ですね。で、ここでね、やはり右回しになりますので、右回しにします。はい。ここで、はい、入りましたね。はい。それでは。はい、これで約2分の1回転。で、はい、これで4分の3回転ですね。はい、ちょうど硬くなりましたね。はい、こうぐらいでいいですね。はい、ではこれを抜いていきます。抜けないときはちょっと逆に回して、もう一回逆に回して、はい、はい、これで OK ですね。はい、こちらこれで OK です。で、そしたらね、またちょっとアングルが逆になりますけれども、ドレーンボルトの方ですね、締めていきたいと思います。はい。もうね、だいぶ、ほぼオイルが切れた状態。もうこっからだとね、そんなに出ません。実際ね、昔ね、私やったことあるんですけどね、このままで一晩置いて、下にコップ置いたんですけどね、コップ一杯ももう全然入らないですね。もうコップの5分の1も入らないぐらいです。もうこうなったらもう、ほぼ出てこないと思っていいかと思います。はい。じゃあ、ボルトしてきまーす。またこれもね、長いもんですからね、最初工具使わずも、つくまでも手でね、ひたすら回すような感じですね。結構回ります。はい。まだ回りますね。はい。はい、つきましたね。はい。そうしたらですね、先ほどのね、17のコマを使って、増し締めですね、していきます。はい、ここもね、でもね、あんまりね、締めすぎないで、いいと思います。はい、軽くですね、これちょっとね、柄が長いラチェットなんで、ちょっと、短めに持って、ぐっと、いったところでいいかと思います。こんぐらいでいいですね。締めすぎてね、ここのネジ穴潰しちゃう方が怖いんでね。はい、そうしましたらね、こちらを拭いて、いきますね。はい。はい。そしたらですね、ここが拭き終わりましたら、オイルの注入の方ですね。こちらに移っていきたいと思います。はい。それではオイルの注入に参りたいと思います。こちらですね、助手席の方をですね、椅子を上げると、こんな感じで、エンジンが、見えてきます。で、こちらがですね、オイルのキャップになりますね。はい。こちらをちょっと外していきたいと思います。あ、それからですね、ジャッキの方には3リットル。これね、取説に、オイルとフィルター交換時3リットル。これで、ね、例えばフィルター交換しないでオイルだけだったら 2.8 リットルですね。今日はフィルターも変えてますので3リットルですね。はい。はい、こちらですね。外していきます。はい。こちらですね。はい。こちらが注入口になりますので、こちらにジョッキから注いでいきたいと思います。はい。あんまり口がね、大きくないので、ゆっくり注いでいきます。はい。あんまりね、ここでドバッて入れるとね、吹き返しありますのでね、もうちょっとじれったいぐらいゆっくりめでいいかと思います。はーい。これね、やっぱ軽自動車はね、これ3リッターでも普通ぐらいですけれどもね、すごい量の少ないのだと、2.1 リッターとか2リッターなんてね、車もありますんで、まあ、入れなすぎもあれですけど、入れすぎもね、注意なので、オイルっていうのはね。はい。はい、だいぶ入りましたね。はい。もう少しですね。はい。はい。こんなもんかな。はい。だいぶ入りましたね。入りましたね。はい。これで OK ですね。はい。ね、このジョッキね、このよだれかけがついてるね、ちょうどここにオイルが、やった後ね、少し落ちるようになってて、結構便利なんです。あ、
あ、すいませんね、ちょっとね、これね、このジョッキね、ここにね、よだれかけっていうんですか、ついててですね、この、注ぎ終わった後ですね、ここに刺しておくと、こちらにこう、オイルが戻るようになってるんですね。結構ね、下汚しちゃったりするんでね、便利にこれ使ってます。はい。それではですね、これを、置いて、蓋を閉めたいと思います。はい。これでですね、一応、オイル交換の作業の方は終了です。もちろんね、これ、今から仕上げといいますか、エンジンかけて、1、2分でかけて、下から漏れがないかっていうのと、あと、オイルの量がですね、適量入ってるかっていうのを調べたいと思いますんで、それではちょっとエンジンをですね、ちょっと始動したいと思います。ちょっとまた、場所が変わるもんですから、少しお待ちください。はい。はい、アイドリングですね。もう3分くらい回しちゃいましたね。はい。でね、少しね、オイルがね、落ちるのを待ってですね、こちらのね、レベルの方を測りたいと思います。実際ですね、先ほどオイルを注入したのは、助手席側だったんですけれども、こちらはですね、運転席側ですね。運転席側をね、開けるとね、エアクリーナーがあったりね、オルタネーターとかですね、エアコンのコンプレッサーがですね、あったりしますね。で、ここがですね、肝心のオイルのレベルゲージになります。はい、だいぶもう落ちたかな。ちょっとね、一回抜いてみたいと思います。はい、短いですね。もう車によってはこの3倍ぐらいね、長いやつもありますからね。はい、拭きました。はい、こちらがね、レベルゲージになります。それではですね、刺してみたいと思います。はい、どうかな。ちょうどですね、この丸と丸の間ですね、入ってればいいんですけれども、ちょうどね、上限の方のね、ちょい下ぐらいなんですね。ほんとちょうどぴったりいいぐらいだと思います。まあ、日本車はね、そんなにオイル食わない方だとは思いますけれどもね、多少はね、減ることもね、ありますので、ちょうど上限いっぱいいっぱいのところにあるのがいいかなと思いますね。はい。それではね、拭いてですね、またこちら戻したいと思います。はい、以上でですね、こちらエブリィのですね、オイル交換の方終了いたしました。こういった時にね、いろいろこう下回りなんかもね、見れますんでね、オイル交換っていうのは本当 DIY には最適だと言いますかね、こういった時に自分の車のコンディションっていうのはね、いろいろ見てみたいっていうかね、と思いますんで、これからもですね、いろんな車チャレンジしていきたいと思います。今日もですね、ご視聴のほどありがとうございました。また次のですね、動画で、お会いできればと思います。どうも今日はありがとうございました。